皆さんこんばんは。今回はインターネットなどで怖い映像として投稿されたものを6つご紹介します。それでは始めます。科学的に解明されたことではありませんが、一般的に子供は大人に比べ幽霊を見やすいと言われています。今からご紹介する映像の撮影者はまだ幼い子供が誰もいないはずの空間を見つめ、手を伸ばすといった不審な行動をするためカメラを回します。ご覧ください。いかがだったでしょうか。不審な行動をする子供に撮影者が誰かいるのかと聞きます。すると子供は父親の写真に向かって手を伸ばしたため、撮影者は写真を渡します。子供が年齢的にうまく喋れないため何がいたのかは分かりませんが、この子の父親は最近亡くなっており、撮影者は父親が子供の様子を見にやってきたと考えているそうです。母親である撮影者に誰がいるのかと聞かれ、子供が父親の写真に手を伸ばしたところからあながち間違っているとは言えませんが、皆さんはどう思われるでしょうか。皆さんの考えをコメントいただければ嬉しいです。2018年9月28日、インドネシアを大規模な地震が襲いました。地震発生後、津波が沿岸部を襲い、約4300人が亡くなりました。次にご紹介する映像は津波が引いた後に一人の女性が撮影したものです。ご覧ください。お分かりいただけたでしょうか。津波の爪痕が生々しく残る場所で一人の女性が自撮りをしています。もう一度ご覧ください。いかがだったでしょうか。多くの被害を出した被災地ではたびたびこのような怪奇現象が映った動画がネットに出回ったりしますが、あの手は地震または津波で亡くなった方の霊だったのでしょうか。人形にまつわる心霊映像は数多くありますが、人形には霊を呼び寄せる何かがあるのでしょうか。次にご紹介するのは TikTok アカウント「ホーンテッドプレイス99」のゾッとするような人形に関する映像です。ご覧ください。夜中にもかかわらず赤ん坊の人形が音を出していたので撮影者が近づき、人形を持ち上げると突然人形が撮影者に向かって微笑みます。驚いた撮影者が人形を放り出し映像は終了します。この人形には微笑むといった機能はないそうですが、果たしてあの人形には何かが取り付いているのでしょうか。
次も海外で心霊映像として紹介されていた動画ですが、情報が全くありません。エレベーターに設置された防犯カメラが撮影した映像なのですが、おそらくフェイクだと思われます。しかし心霊映像として制作したにしては斬新すぎる発想で面白かったためご紹介します。いかがだったでしょうか。エレベーターの防犯カメラは女性を映しています。しかしこの女性をよく見るといつの間にか男性に姿を変えてしまいました。そして再び女性に戻ります。個人的に動画のように自由に性別を変えれたら楽しいだろうなと思ってしまいました。皆さんもご感想があればコメントください。皆さんはスマイリージャックの幽霊を撮影することに成功した YouTube チャンネルミッドウェストゴーストハンターを覚えているでしょうか。今回彼は子供の幽霊が現れると言われる心霊スポットボイドハウスへ撮影に訪れました。ここで彼は奇妙な現象に遭遇します。ご覧ください。わお、ホーリーシッ、オーマイガッド、オーマイガッド、ドゥイッジ、サウンドライクアリトルキッド、ウォーキングアップデア。ハロー。 While walking up the stairs, I hear little childlike footsteps running across the hallway. They sounded as if it was headed towards the toy room.The footsteps were so clear, it was as if a real-life child were walking in front of me. Yet in my camcorder's view, you can see nothing. Whoa! 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 撮影者であるイアンがボイドハウスに入ろうとすると、謎の足音が聞こえます。Whoa!イアンは子供の足音のように聞こえるとコメントしていますが、個人的にはそこまでは判別できませんでした。気を取り直してイアンがボイドハウスの中に入ると、さらに不可解な現象が起こります。Are you a child? Whoa. Dude, an orb just flew into that toy. I began noticing these mysterious orb-like anomalies appearing and disappearing.Near the dolls. I think I just saw you. Whoa! Oh, there's another one. This would happen numerous times without any natural explanation. Are you touching those dolls? How about this dollhouse? Could you open this? This door? The cabinet?Dude, I swear to God, I saw another freaking orb on here. Wow, but thank you. Could you show up somewhere else in this room? Right there. Oh my God. Dude, it just appeared right by that doll up there now.As strange as these orbs were, what is truly eerie is what I didn't notice. If you observe the doll with the hat very closely, you may notice something change about it. Pay attention to the doll's pigtail on its right shoulder. It switches position as if somebody or something had moved it. I unfortunately do not capture it physically moving,
However, after seeing these orbs flying into various other dolls, I have no doubt that the spirits of the children are behind this strange phenomena. いかがだったでしょうか。子供部屋で撮影しているイアンのカメラにオーブが映っています。科学的根拠はありませんが、なんとなく埃のようには見えません。映像の終盤、イアンは帽子をかぶった人形の位置が変わったと言っていますが、私には違いが全くわかりませんでした。皆さんはお分かりになられたでしょうか。最後は人形に関する不気味な映像です。撮影者は地元で開かれたアンティークオークションで一体の人形を購入しました。しかしその人形を購入後、自宅に不気味な現象が起こるようになったため、 TikTok アカウントホーンテッドシャーロットを作り、不気味な現象を撮影しては投稿し始めました。ご覧ください。定点カメラは机に置かれたものや冷蔵庫に貼られたものが不自然に落ちるところを捉えています。特に奇妙だと思われるのは、撮影者の愛犬が何かに怯えているように見えることです。撮影者の妻はこの人形を捨てるように提案しましたが、撮影者は聞く耳を持ちません。人形はさらに奇妙な現象を引き起こします。This is what happens whenever I put her near my daughter's old cabbage patch doll. But that's not the weirdest part. There's no batteries. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? I just can't get rid of her. 撮影者がアンティーク人形の近くに娘が使っていたおもちゃを置きます。このおもちゃには電池が入っておらず、電気をモーターに送る線も切断していますが、おもちゃはアンティーク人形の周りを動いています。しかしこの映像を見た視聴者から、あのおもちゃには足にも電池を入れるところがあるはずだと指摘されます。そこで撮影者は足の部分にも電池は入っておらず、それでもおもちゃは動いていることを証明する動画を上げます。あまりにも続く怪奇現象に気味が悪くなった撮影者は、人形について調べることにしました。すると、あの人形はウェールズ王女のシャーロットが所有していた可能性があることが分かりました。シャーロット王女は1796年に生まれ、1816年にザクセンのレオポルド王子と結婚しました。しかし、彼女は1817年に息子を死産した後、産後の容態が芳しくなく、同年11月6日に亡くなりました。このことを知った撮影者は、人形にシャーロット王女の霊が取り付いていると考え、スピリットボックスを使って会話を試みます。撮影者はスピリットボックスを使って聞こえてくる人形の話を聞いて、人形に取り付いている霊がシャーロット王女だと確信します。そして嫌がる妻を押し切り、休暇で行く旅行先のホテルに人形を連れて行くことにしました。いかがだったでしょうか。人形が起こしたと思われる様々な怪奇現象をご紹介しました。個人的には途中で人形に取り付いている霊がシャーロット王女だと推測しているのにもかかわらず、アカウント名がホーンテッドシャーロットであることに違和感を覚えます。アカウント名を途中で変更した可能性がありますが、
情報不足のためよくわかりません。皆さんはどう思われるでしょうか。最後に奥さんは大事にしましょう。それではおまけのコーナーです。今回は楽しい遊園地の映像です。ご覧ください。いかがだったでしょうか。絶対に乗りたくないです。それでは次の動画で会いましょう。さようなら。